参政党の神谷代表が政策の一つである食と健康を踏まえ農薬に言及したとのことですが、根拠や因果関係が不明なデマ発言だとしてツッコミが殺到し大炎上しているようです。神谷代表らが語ったデマ発言の内容、農家の怒りの声や反論、参政党のこれまでのカルト的な極端な主張など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。このところ旧ツイッターの X で国政政党である参政党に対し、農業をなめていると農家の方々の怒りの声が上がり始めています。神谷宗平代表の演説で、農薬によってがんが増えているなどの根拠や因果関係が不明な発言があったとされ、この動画が拡散され憤りを覚える人が次々に現れているようです。反発の声の中心にいるある農家によると、農薬や化学肥料を不健康になる、がんになる、土が死ぬ原因などとして全否定し、それらを使う観光農家、法律で認められた農薬、肥料を基準の範囲内で使う一般的な方法で栽培を行う農家を貶めておきながら、指摘されたら貶めているわけではない、なるべく有機に近づけていくのが参政党の方針などと演説していました。いじめをしていた子供が注意されて言い訳をするのと変わりませんと語り、強い怒りを感じています。東海地方でキャベツ、玉ねぎ農業を営んでいるこの農家は、自らブログや SNS で情報を発信し、農家の取り組みや農作物の安全性への理解を広めようとしており、そのため偏った神谷代表の発信に疑問を持ち、2022年6月に出版された神谷代表の著作、参政党 Q&A 基礎編、政倫堂も購入。書かれていることに問題提起をすると、多くの農業従事者らの共感を呼んだといいます。この著作では、ビッグファーマによる政策や消費者の好みに合わせた結果、現在の農業従事者の多くが人体に有害な食材を生産している状態です。農家が出荷用と自分たちが食べる分の野菜を分けているという例は珍しくありません。参政党 Q&A 基礎編141ページよりと書かれていますが、この農家によると、神谷代表が国会議員になる前に書かれたこうした内容は、あまりに現場と乖離しています。特に私たちのような農家を、自分が作った農産物が人体に有害で危険だと承知の上で販売する確信犯として、参政党こそがその害悪を訴える正義のような内容でした。これは、何か声を上げなくてはと考えましたと述べています。参政党の支持者の中には、海外から無理やり押し付けられた肥料や、農薬を JA 農協や政府が買わせていると信じる人もいるとし、農家は自身が手掛けるものを有害だと考えていないし、農薬や肥料を買わされているわけでもありません。品目に応じて、自ら、肥料や農薬を選択し、定められた基準内でコストパフォーマンスを考えながら常に最善手を模索します。様々な農家さんが何度も繰り返し発信しても、農家は無知で騙されているかわいそうな人たちという思い込みで無下にされるんです。と語気を強めています。ニュースを深掘り。というわけで、参政党の神谷代表が演説で農薬に対し根拠不明なデマ発言をして農家が憤っているということでしたね。参政党では柱とする政策の一つに食と健康があり、農薬や肥料、化学薬品を使わない農業と漁業の推進と食品表示法の見直しが掲げられています。食事を変えれば健康になれるという信仰のような過剰な期待があり、
党員の思想を強固にしたいのか、極端な主張が目につきます。そこには、ネットにはびこる誤情報も含まれています。例えば、2023年9月に都内で開催された政治資金パーティーでの一幕では、対談コーナーでゲストに招かれた参議院議員の須藤元気氏、無所属が、農薬のラウンドアップ、ベーモンサント社が1970年代に開発した除草剤を取り上げて、海外で禁止になっているものを日本は規制緩和してしまうと述べ、神谷代表もおかしいと共感し、会場から大きな拍手が起こっていました。しかしながら、これはネット上に根強く残る誤解の一つであり、ラウンドアップに含まれるグリホサートに発がん性が認められるとされたのは過去のことで、近年の研究では、各国の研究機関も人体に影響する可能性は低いとされています。事実として世界中で使用されており、日本で規制緩和されたから流通しているわけではありません。農薬や化学肥料が人体に影響を及ぼすのは、あらゆる物質や薬品がそうであるように、量によるものであり、野菜に残るようなごく微量が体内に蓄積するエビデンスはありません。むしろ研究が進んでいて、基準が定められて使われる分、よほどの凶悪な組織にデータを操られているとでも考えない限りは安全だと言って差し支えない。そう言われています。もともと、参政党は、あまり、政治に関心を持っていなかった層を刺激して国政政党にまでなったとも見られており、支持者は、オーガニックにご就寝の自然派や、思い込みが、激しいスピリチュアル好きなどが多いとされています。そのような属性の人々が、食や医療や国防などの危機を煽る演説の YouTube 動画などを見て、自分たちが声を上げないと、と評伝になっています。声を上げるのは悪いことではありませんが、問題はそれが事実かどうかであり、以前も、党幹部が、小麦を食べるとがんになるなどの根拠の薄い話を流して炎上し、そうした話すら、鵜呑みにしがちな人たちが、タブーを知ったかのように勘違いし、事実無根の言説を広めてしまうという悪循環となっています。今まさに、それらを指摘され、農業のプロの方々から怒られが発生しまくっている状況となっています。もちろん、有機農業自体は悪ではなく、農林水産省も援助などを始めています。ただ拡大傾向にあるものの、国内の耕地に占める有機農業取り組みの面積は 1% にも満たないのが現状です。これは品質管理が難しく、安定した収穫量が保てないこと、生産コストが高いことなどが理由に挙げられています。農家によると、無農薬、無化学肥料を循環型で持続可能な農業と考えるのは早計です。多大な労働力が必要で、価格高騰と収穫量が減ることを見れば持続は不可能。栽培サイクルを循環できても、携わる人がいなくなりますと指摘しています。また、国を挙げて、一気に有機農業を推進した結果、経済危機に陥ったスリランカの例もあり、健康志向があっても、自給率が下がり、安定供給がなくなり、経済も鈍って、気軽に食べられなくなれば本末転倒です。そもそも、自然な食べ物への浸水が理由で、ただでさえ担い手が不足している観光農家が悪者にされていいはずがありません。参政党が考えを改めて反省するかはともかく、何事も極端な話を支持せずに、しっかり現実を見て考えるのが賢明なのでしょう。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。やっぱりな。相当イカれてるわ。ハーワクは最近に農薬についてまで発狂すんのかわら。手でむしろってかわら。
勝手にお高級な有機農産物買ってろよ、わら。カルトや陰謀論者に知識も学も必要ないからな。騙されるバカのおかげで成り立つ商売だから。まあ、ネトウヨの集まりみたいな塔でしょ、ここって。こんなアホなことも言い出すよね。なんでこんなのが議席取れるのか謎。こいつら支持したやからは、かつて N 党に入れたやからとは根本的に違うだろ。参政党と令和新選組は、同じレベルの政党だと思っているわら。ワクチンを打てば一生安心みたいな説明してたはずなのに、どんどんトーンダウンして半年ごとに必要だと言い出す。おまけに、ワクチン打っても感染予防効果はないが、重症予防効果はあると言い出す。ワクチンの効果の説明がブレブレだったのは事実。ワクチン信者も、その事実くらいは認めたら？賛成と、宗教的だな。ほんとクソ迷惑な話だよな。ただでさえ農家の人大変なのによ、何なんだよこの政党わら。参政党支持者たちだけで無農薬農業で生活して本当に正しいかを証明してほしい。農薬を使用しなくなれば、スリランカのように農作物が不作となり、食料難になることは目に見えている。農薬使わない野菜だけで食は担保できんよ。小学生だってこんなバカじゃない。賛成党も悪くないかな、とか思っていたが、こりゃあかん。こんなことを言ってる連中が支持されるわけがない。賛成党も、令和もクソなのやよ。維新は親中だし、野党はどこもクソ。まあ、あえてなら、国民民主かな。やたら不安煽るところって好きじゃないんだよな。不安煽る商売や企業が一番儲かるやん、わら。保険会社とかさ、わら。反悪とか、年中詐欺にあってそうだな、わら。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？この政党のネガティブキャンペーンには辟易してしまいますね。声を上げることは悪いことではないとありますが、誤った情報をでかい声で叫ぶことは悪いことです。大きな声が正解ということはなく、風説の流布は犯罪にあたります。表現の自由や言論統制などという人もいますが、誤った情報で誤った方向へ人を導くことは詐欺にあたることであり、大きく言えば内乱罪です。主義や主張は自由ですが、なんとか Q と同じくただのカルトグループですね。こんな政党を支持する人がいるのが驚きです。まともな判断力があったら、この政党が今まで言ってきたことや、神谷がやってきたことを信用などしない。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。